2022年始まりました。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。今年の一発目の動画は何やるの？腹話術の練習方法の初級編をやっていきたいと思います。練習動画やります。はい。で、どんなことやるの？今日はね、台本を作って、いい絵じゃなくてね、あのチコちゃんみたいなね、お人形に相槌を打ってもらいます。相槌打つ練習？そう、人形に相槌を打ってもらう練習をやりたいと思います。簡単だね。そう、簡単で、台本は日常の出来事何でもいいので人形に語りかけてください。じゃあまずお手本をやっていきましょう。はい、ではお手本をやっていきたいと思います。チコちゃんはね、うんって言うだけでいいからね。はーい。できる？できますよ。なんて言ったってチコちゃんですから。ほんとかな、なんだかちょっと不安。それでは始めていきたいと思います。昨日ね、うん、散歩に行ったんだけどね、うん、なんかさ、歩いてたら、うん、足元に違和感があったのよ、うん、それでね、うん、足元を見たら、うんこが踏んじゃってた。ちょっとチコちゃん、うんって言うだけでいいし、それにダメでしょ、そんなこと言っちゃ。なんで？なんでじゃなくて、今約束したでしょ、うんって言うだけって。わかった？ちゃんとやって。はーい。私よ、昨日ね、うん、散歩してたら、うん、なんか足に違和感があってさ、うん、足元を見たらね、うん、うんこ踏んじゃってた。だからちょっと待って、それなし。なし？どうしてもそれ言いたいみたいだね。うん、そんなことないよ。ニーチェルがさっさと言わないからじゃん。分かった分かった。じゃあもう一回ね、これ最後ね、はい、皆さんね、あのね、うんっていう言い方もね、お人形のうんもいろんなうんがあります。うんとか、うーんとか、うーんとか、うーんとか、いろいろあるので変化をつけてやってもらえるといいと思います。ではもう一度いきましょう。はい、ではもう一度いこちゃん。うん、昨日ね、うん、散歩に行ったの。うん、でね、歩いてたんだけど、うん、なんか足元に違和感があるんだよね。うん、変だなと思ってたら、うん、何期待してんの？あのね、ガム踏んでたんだよ。あ、ガム踏んでたの。そう、あ、ガム踏んで、あ、ダメじゃん、チコちゃん、ガム踏んでたのって言っちゃダメね。ガム踏んでたの。うん、でね、これ取りたいと思って、うん、こう角のね、うん、あるなんかこう階段みたいのがあったから、うん、そこに行ってこうガリ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 って、うん、取ってたわけ。そしたらまたうんこがついちゃって、ちょっとちょっと、もうね、それダメだからね、わかった？チコちゃんちょっと難しいみたい。難しい？うん。だってチコちゃんしゃべりたいもん。まあ、そうだけどね、みんなに見本見せたかったんだからね。もうね、こんな感じでちょっとね、チコちゃんはどうしてもしゃべりたいみたいなんですけど、皆さんは人形にね、うんうんって相槌を打たせる練習をして、人形としゃべる、ね、練習をしてみてください。先ほども言ったように、うんに変化をつけると、あの会話もね、なんかこう本当に話してるみたいに感じるので、ぜひうんのね、こう言い方も変えてやってみてください。うん。ね、チコちゃん。うん。はい。で、一つポイントがあります。何？うんっていう、人形がうんっていう時ね。うん。っていう時に自分もうんって言わないように。チコちゃん。うん。昨日ね。うん。って自分が一緒にうんってやらないように気をつけてくださいね。ニーチェルも最初やってたよね。そう、私も最初うんって一緒にやってたもんね。うん。皆さんもぜひこの相槌を打つ練習をしてみてくださいね。それではまた次回の練習まで、さようなら。さようなら。